マウンドの構造セントルイス郊外のカホキアイ石にあるモンクスマウンド。長さ316メートル、幅241メートル、高さ30.5メートルアーカンソー州クロス群のローズマウンドで発見されたミシシッピ文化のものとされる中空土器の水差し。神話状の水中氷の形をしている。近畿井ドの様子ミシシッピ文化はマウンドを構築したインディアン文化であり、 およそ800年から1500年まで現在のアメリカ合衆国中西部、東部及び南東部に広まり、地域により様々な形態をなした。その人々は持っていた技術から見てヨーロッパの同期時代に否定される。ミシシッピ文化の生活様式はミシシッピ側渓谷で発展し始めた。テネシー側渓谷支流の文化も当時のミシシッピ文化の性格をもって発展し始めた。 ミシシッピ文化の遺跡とされる場所の年代は1539年以前に遡り、これらの遺跡ではヨーロッパ白人による遺物がほとんど見つかっていないので、この文化はほとんどすべてヨーロッパ白人との接触以前のものとされている。ミシシッピ文化を特徴づけるものとして多くの点が認識されている。ミシシッピ文化の人々がべて下記の行動をしたというわけではないが、 これらの特徴のいくつかあるいはすべてを採用したということでその前の時代の人々とは区別ができる。頂点のない断面台形のマウンドの構築。これらのマウンドの多くは正方形、長方形などの四辺形あるいは円形のものもある。構造物が大抵はマウンドの頂上に構築された。トウモロコシを基本とした農業。ほとんどの場所でミシシッピ文化の発展は 比較的大規模で集中したトウモロコシ農業の採用と時期が一致する。ワラケの混和材として川の貝を用いていること。西はロッキー山脈、北は五大湖、南はメキシコ湾、東は大西洋まで交易の範囲が広がっていること。イングランドにおける古代ローマ以後、統一以前の種族に様々な点で比較できる社会構造における 主張性国家あるいは複雑な構造を持つ様々な主張性国家形態の発展。制度化された社会的不平等の発展。少数もしくは一人の手に政治的及び宗教的支配権力の組み合わせの集中化。居住地域の階層化の開始。大規模なマウンド群を持つような祭祀センターは少数のマウンドを所有していようと今まいと多くの 小さな集落に明らかに影響を及ぼすか支配した。南東部祭礼様式、またはサザンカルトと呼ばれるものの細部の採用。これは現在でも知られているミシシッピ人の信仰様式である。サザンカルトはウィスコンシン州からメキシコ湾岸、またフロリダ州からアーカンソー州やオクラホマ州にかけて発生した。これは時にチャンキーのような儀式的ゲームに結びつけられている。 スパイローマウンド湿度の貝殻に刻まれているアライグマミシシッピ人は文字体系がなく石の建築もなかった。自然に発生している金属堆積物を加工できたが銅や鉄を溶解して加工する夜金の技術はなかった。ミシシッピ文化の発展段階は通常3期に区分されるかさらに細かい時期区分がなされる。それぞれ地域ごとに異なる依然として曖昧な部分のある 時代区分である。ある場所でのそれぞれの開始時期は、上期ミシシッピ文化の特徴の採用や、発展の速度によって、早くなったり、遅くなったりしていると考えられる。初期ミシシッピ文化は、後期ウッドランド期からの変化を始めた時期に相当する。異なる集団が、種族の生活様式を捨てて、社会構造の複雑化、定住、集権化及び農業を始めた。 初期ミシシッピ文化はほとんどの場所で1000年から1200年頃と考えられる。中期ミシシッピ文化はしばしばミシシッピ文化の頂点とも考えられている。カホキア以外にも複雑な主張性国家が作られ、サザンカルトの美術や象徴体系の広がりと発展がこの時期の特徴的変化である。上期ミシシッピ文化の特徴が地域内にあまねく広まるようになった。 中期ミシシッピ文化は、ほとんどの場所で1200年から1400年頃と考えられる。後期ミシシッピ文化は、通常1400年頃から、ヨーロッパ人による接触までと考えられ、戦争の増加、政治的動揺及び人々の移住で特徴を付けられる。カホキアの人々は、この時期の早くに分散し、おそらくは、他の新しく政治力を持った祭祀センターに移動した。 場所によって、より防御策などを築いているのが観察され、時にマウンドを築いたり儀式を重んじたりすることは減少した。ある地域では、ヨーロッパ人との最初の意味ある接触まで実質的に中期ミシシッピ文化に止まっていたが、ほとんどの地域では1500年までにチリジリになるか、厳しい社会的な緊張感を経験していた。詳細は、スペインによるアメリカ大陸の植民地化を、 参照、角及び角のミシシッピ文化も参照学者たちはエルナンド・デ・ソトが1534年から1539年に行ったアメリカ南東部の探検記録から彼がミシシッピ文化人と接触した証拠を探した。デ・ソトはいくつかの集落を訪れており、ある場合には客として1ヶ月以上そこに滞在した。出会った人々の中には暴力を振るう者もいれば、 比較的平和的なものもいた。インディアンの間に長く続いた、不和の中で、武装したデソトたちは、戦力として、あるいは同盟者として使われたと思われる。例えば、パカハ族とカスキ族の間の急戦を交渉した。しかし、この探検の後期に、デソト一行と遭遇した部族は、一行の約半分を殺し、部族の成員の多くもスペイン人に殺された。デソトの年代記は、 ミシシッピ人について書かれた最初の文書であり、これらの人々の文化的慣習について貴重な情報源となっている。デソト遠征隊の崩壊と逃亡の後、ミシシッピ人はほとんどヨーロッパの直接影響がないままにその生活様式を続けた。しかし間接的にヨーロッパ人がもたらしたものが合衆国東部の様相を変えた。旧大陸の薬病が 多くの主張性国家の社会秩序を衰弱させ、一方ある集団ではヨーロッパの馬を採用して遊牧民に変化した。多くの場所で政治構造が崩壊した。文書による証拠が残された時までにミシシッピ人の生活様式は決定的に変化してしまった。ある集団ではマウンドを作っていた時代に遡る交渉を維持したものの他のインディアン集団は何百マイルも移動し、 その間に年長者が病気で死に、先祖たちが各地に点在するマウンドを築いたことを忘れてしまった。19世紀までの間に、ヨーロッパ人たちはミシシッピ川流域各地でマウンドを発見したが、その地のインディアンたちがマウンドを築く習慣を持たず、マウンドを作った者たちについての正体も知らなかったことから、マウンドビルダーという謎の民族がいたという仮説が生まれた。 その正体は海を渡ったバイキングギリシャ人、中国人などと推定されたが、中にはイスラエルの失われた銃種族や未知の超古代文明によるものではないかという説を大真面目に検討した者もいた。この怪しげな説は1894年、サイラス・トーマスが考古学的調査の結果から、マウンドビルダーはアメリカ・インディアンの祖先であることを明らかにしたことで過去のものと化した。 ミシシッピ文化における主な遺跡の位置ミシシッピ文化は政治的な地図を完全に理解して書き残される前にかなりの程度崩壊したが多くのミシシッピ文化の生態は今でも知られている。これらを下記に示す。ミシシッピ人は有志時代にこの地域に住んだ多数のインディアンの先祖である可能性が高い。抗議でのミシシッピ文化の担い手であったと信じられている。 歴史上の、また現代のインディアンは、あまりにも多いが強いてあげると、アラバマ族、アパラチー族、カド族、チェロキー族、チカソウ族、チョクトウ族、クリーク族、グアレ族、ヒチティ族、ホーマ族、イリノイ族、カンザ族、マイアミ族、ミズーリ族、モビリアン族、ナチェズ族、オーセージ族、クオポー族、セミノール族、小ーニー族、ティムクア族、チュニカビロクシー族、 山氏族及び、ゆち族である。ありがとうございます。